チャフィーズトラベルチャンネルは銀座のトリコロールをご紹介します。1936年銀座に創業以来、香り高いコーヒーを提供しています。回転扉はまるで時代の迷路への入り口。レトロな雰囲気が漂う店内。こちらは化粧室がある2階のフロア。印象的な絨毯、天窓からの明るい光、調度品やレンガの壁も趣があります。暖炉も設置されていました。暖炉の上の絵は野田浩画伯のほおずき。こちらの2階席はモーニングの時間帯は使われていないようです。その2階に向かう階段で順番を待ちます。約30分で1階奥のテーブルに案内されました。飾られているエルメスのスカーフは時期によって変わるようです。モーニングメニューを見ていきましょう。おすすめのアップルパイやサバランオランジュ、モーニングセットをオーダーします。ドリンクはカフェオレとアイスカフェオレをオーダーします。キーコーヒーの創業者が開業したお店。ネルドリップが見えるカウンター席もおすすめ。アイスカフェオレを入れていただきます。次はカフェオレを入れていただきます。いい感じで泡立っているトリコロール名物のカフェオレ。バターといちごジャム付きのトースト。厚切りトーストの中はふんわり。目の前で仕上げられた正統派の美味しいカフェオレ。穏やかな時間の流れを感じます。トリコロール自慢のスイーツを見てみましょう。ショコラ、タルトフロマージュとサバランオランジュ。レトロでモダンな非日常的な空間。毎回行われる退店されるお客様に対する挨拶が気持ちいい。ゆっくりモーニングを楽しむことができました。
回のチャフトラは人気のトリコロールをご紹介しました。